1、はい、2、はい、はい、3、うん、やべ、3、うん、4、うわ、すり抜けた、あぶねー、おお、あれ、おお、くる、やべ、よし、なんかやばいっす。お？なんか消えたぞ。消えちゃったね。おお、消えちゃったねじゃねえよ。消えちゃったなんて。くらくら。私は体力ねえんだよそもそも。430なんかで勝てるわけねえだろう。結構バージョンアップ 1.04 でも結構楽勝にいけたね。うん、思った以上に簡単でしたということで、レベルもね、私だからあの NPC 殺しちゃってるから、あの1分であの1万っていうところいけないのよ。だからレベルも今まだ94か2か、まあ、とりあえず私の装備見せるね。これあの、昨日っていうか今日アップロードした動画の武器ね。聖獣の暗号だったかってやつ。で、なんていうの？霜踏みっていうのがもう使えなくなってる状態なので、バージョンアップ後のこいつ、こいつっていうか、これでようやくその1分で1万いけんのかな？私はだからさっきお話したように NPC 倒しちゃってるからね。っていうかその間違って倒せるなんていうのあれを用意してほしいんだよな、システムを。で、今の私の状態ってどうなってるかっていうと、こういう装備です。まずレベル94、その1分で1万とかそういうの私いけないので、いけなかったので、これでいけるようになるのかな。うん、NPC っていうか NPC とにかく倒しまくったからねそれはそれで動画でね、やっちゃいけない動画っていうのを作るので、うん、まあ、こんな感じで、勝てます。装備もこの装備ね、バンシーのなんとか装備っていうのと、まあ、これもそうなんだけども、これかなり使えるので、ちょっとこれもまた後で動画にしようと思いますということで、何をすりゃいいんだ、まあ、いや、とりあえず間違って攻撃しないようにとりあえず先に置いとこう。はい、そういうわけでね、本日の動画はこれで終わりにします。ヒットポイントバー見ればわかると思うけどね、私ヒットポイントね458しかないのよ。ブーストかけて458だからね、うん、まず2発食らえば確実に死ぬ。1発でも死ぬけども、2発でも確実に死んじゃう、うん、そういうヒットポイントでもどうやら勝てるようです。